ホーム南方駅は大阪府大阪市淀川区西中島3丁目にある阪急電鉄京都本線の駅。駅番号は HK-61。すぐそばに大阪メトロ未動筋線の西中島南方駅があり、乗り換えが可能。なお、地下鉄の駅名は西中島南方。阪急は南方と濁音、静音の違いがある。 相対式ホーム2面2線のホームを有する地上駅。分岐器や絶対信号機を持たないため、停留所に分類される。改札口は上下線別で、各ホームに対して、生誕と中央付近の2カ所に設けられている。改札内で両ホームを連絡する通路はない。売店は1号線ホームに設置されている。2号線ホームには、ネスカフェスタンドが設置されている。 開業当初から長らくトイレは1号線ホームにしかなかったため2号線ホームの乗客がトイレを利用する際は駅員の許可を得て一旦改札を出て1号線ホームへ行く必要があり不便であったが2009年10月以降2号線ホームにもトイレが設置された両ホームとも中央付近の改札は平日のラッシュ時間帯に使用される臨時改札であったが バリアフリー対応のため、2008年にエレベーターが設置された常設の改札口に改良された。比較的狭い駅だが、新大阪駅近辺の開発が進み、オフィス街が構成された1970年代以降、駅の重要度は年々高まっている。2007年のダイヤ改正で準急が停車することとなったが、これは1日を通して運転される期間的な、 有頭列車としては初めての停車である。長らく乗り場番号が設定されていなかったが、2007年3月17日のダイヤ改正に伴い割り当てられた。駅舎と新緑道筋速道の踏切新緑道筋の速道との交差場所に踏切がある。いわゆる開かずの踏切である。2019年のある特定日における1日の 上降人員は42,886人で、ある。阪急電鉄全体では、第22位。近年の1日あたりの利用状況推移は、下記の通り。駅近くに、御堂筋線の西中島南方駅があるほか、700メートルほど北に、JR 新大阪駅が立地しており、徒歩連絡も可能である。当駅周辺は新大阪駅から連誕する。 市街地でオフィスビル、ホテル、マンションのオフィス街や居酒屋、風俗店などの歓楽街が雑然と入り混じっている。大阪シティバス総前寺駅等の阪急線各駅で発売されている大阪メトロへの連絡切符は天禄経由で利用すると決められており、梅田駅や港駅での乗り換えはできないことが各駅に明記されているが、この下、 利用客に対応するための特例として、天禄経由の地下鉄連絡ギップを南方駅2号線の自動生産機に投入すると、終時額から阪急線内の運賃を差し引いた残額が払い戻される。この時に発見される出場権には払い戻し額が明記される。この場合、当然であるが隣接する大阪メトロ西中島南方駅から、 目的駅までの乗車料金よりも、前日の払い戻し額の方が低額であったとしても、その差額は追加負担となる。なお、この特例は公式に知らされていないものの、かつては生産寄付金にその旨が記述されていた。ありがとうございます。